寿司屋でよく皆さんが口にするのが卵焼きの味でそこの寿司屋がの味がよくわかるなんてよく耳にするんですけどあの卵焼きでそこの寿司屋がいいか悪いかなんて正直わからないですよね。だって卵って関西の方ではだし巻きでそんなねだしを。 よく入れて食べたりあと関東の方でやっぱりこう砂糖が入ったり甘かったりとか場所によってすごい甘い卵焼きもあればしょっぱい卵焼きもあるしやっぱりいろんな卵焼きってあるわけですよでもその卵焼きを食べてなんで寿司屋の吉居はるし寿司屋の味が分かるのって僕はすごい不思議に思うわけですよ。って僕はすごい不思議に思うわけですよ。そこで皆さんに何を食べたらそこの寿司の技量が分かるかっていうのはこれね実を言うとお肌なんですよ。 江戸前寿司って言ったらやっぱりネタの代表の一つとしてコハダっていうのが非常にこれ人気のある江戸前寿司の一つなんですけどもコハダってあの生で食べたらね本当美味しくないんですよ。そのまま食べたらもう美味しくないんですけどあれは塩でしめて酢でしめることによってブワンと一気に美味しくなるんですね。でもその塩の振る加減と時間またお酢につける時間 によよって全然味が変わるわるけですよでもちろん魚って人間と同じでやっぱり1匹1匹みんな違うわけですよね例えば今日仕入れたもので例えば塩5分酢で5分でも明日仕入れたものっていうのはまたその同じじゃないんですよ小肌っていうのは。もちろんとれた場所も違うし一匹一匹は違うのでその日その日に入った小肌を見極めてでしかも今日は雨でちょっと湿度が高いなと思ったら。 やっぱ塩を多めにするとか今日はちょっと乾燥してるなって言ったらちょっと酢を強めにやるとか本当にそのこの魚だけじゃなくて気候天候とかすべてのものをこう鑑みて考えてで今日は塩5分ね酢何分ねってねもう毎回毎回それを毎日やるわけですよ。それででやっぱりこう体と経験で 叩きつけけるわけなんですね寿司職人というのはだからそれで小肌がやっぱりいいあんでいい塩加減いい酢加減でやってるお店っていうのはやっぱり人気があるお店いい職人がいるお店なんですよ。うん、で逆になんか小肌がまずいとか水っぽいなとか生臭いなっていうお店はやっぱり仕事がよくないとだから一番最初に行った時にちょっと小肌を食べてみてあここの小肌美味しいなっていうところは。 やっぱり職人さんというのはしっかりとやっぱり勉強経験されているお店っていうのをまあ見極め方はありますねはいですからね皆さんあのまあせっかくなんでねお寿司屋さん行った時にはちょっと小肌を食べてみてでちょっとあこの職人さんいい職人さんだな悪い職人さんだなってこうまあ食べ比べて見るのもすごいこう寿司屋行った時の醍醐味だと思いますのでぜひとも皆さんちょっと行ってみて小肌を食べでみたらいかがでしょうか。 これからもいろいろな動画をまた撮っていきたいと思いますので是非とも皆さん、ね、あの良くても悪くてもグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。